こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は「口上に一円銀子」です。川のほとりで一匹の猿が声を響かせ泣いている風情を詠んだ句です。豪湖風月集には「猿は草子を巡りて一夜泣く」とあり、猿の鳴き声が冬山に響く寂しさを歌いますが、この句は川辺に響く猿の声のわびしさを詠んでいます。それでは今から「口上に一円銀子」を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。